どうもこんにちは、地方タクシードライバーの竹です。はい、じゃあ今日もですね、タクシーで世界を笑顔にというところで、笑顔で元気に、頑張っていきたいなと思います。はい、はい、じゃあ今日はですね、今日も本の紹介でですね、勝間和代さんの、超コントロール思考という本をですね、紹介していきたいなと思います。はい、早速、超コントロール思考とはですね、はい、お金とですね、時間を、効率的に、使いながら、自分のイメージ通りにですね、人生を動かすこのスキルというところで、これをまあ超コントロール思考という形で、語っています。はい、まあ他の本でもいろいろ目にしたことはあるんですけども、自分でですね、自分をコントロールできているという実感がある人ほど、まあ、幸福感がまあ高いというところで、まあ、確かにそうだなというところで、やっぱり何でもですね、やらされ感であったり、やんなきゃだったり、なんか義務感であったり、そういった気持ちで、ばっかりにですね、時間を使って生きていると、やっぱり幸福感は低いのかなと。そうですね、何をやるにしても自分の意思決定で、しっかりやっているという実感がある人ほど幸福感が高いよというふうに語っています。はい、じゃあ次、一つ目が、仕事を、まあ、いろんなものに対してですね、コントロールするという形で語ってるんですけども、その1個目が、まあ、仕事をコントロールするというところで、そのですね、どんなにですね、高級なものでもですね、やらされ感があると結局はつまらないと、いかにですね、嫌な仕事、苦手な仕事を我慢するというね、癖をなくしていくっていうのが、まあ仕事をコントロールするっていうところですね。結局その仕事のパフォーマンスを上げるには、結局そういう嫌な仕事、苦手な仕事を努力我慢してこなすのではなく、仕事の領域であったりですね、環境を自らコントロールしていくっていうことが、結局仕事をコントロールしているっていうところにつながって、結局は仕事の満足度につながるっていうところですね。はい、なので、やっぱりまだまだですね、嫌な仕事をする、苦手な仕事を我慢して努力するということが美しいとされている、価値観がまだ抜けきれてないのが日本なのかなっていうところで、まあどんどんですね、いい方向には変わっていってるとは思うんですけども、そういったところの考え方をですね、いろんな人を変えていければ、仕事をしっかり、コントロールして幸福感も高まっていくのかなと思います。はい、2つ目はお金をコントロールするというところで、お金の使い方いろいろだと思うんですけども、プライドを満たすですね、地位財産っていうのを語れてまして、こういうのはまあ最大の無駄だよっていうふうに、語っています。はい、この地位財産っていうのは、結局は他人との比較で満足を得られる財産というところで、結局はその満足度もすぐですね、そうですね、結局他人との比較ってなるとキリがないっていうところはありますね。はい、そういったところで満足を得るのはなかなか難しいと、まあ、お金がいくらあっても足んないよっていうところですかね。はい、それと比較して非地位財産っていうのを語られて、これは本当に自分の価値観でその利便性で満足をするというところで、自分の生活にいかに合っているかっていうのを自分で考えて、利便性をですね考えて、買ったものは、そうですね、自分、お金をコントロールできているってところにつながるってところですね。はい、でもう一つが、自分がですね、どれぐらいお金を、何に使っているかというのをしっかり管理できて、手取りのですね、8割程度で生活できれば、お金のですね、不安はなくなったり、そのお金を、まあ、考えなくて済むっていうところですかね。はい、お金のことを考えないっていうのはすごく自由度は高いのかなというところで、幸福感も高まっていくっていう考え方ですね。はい、はい、次が、健康をコントロールするというところで、健康はですね、その自分の意思に任せるとちょっと危険というふうに語っていまして、まずはですね、その環境
健康的になるざるを得ない環境を作るというところで、健康的でないものをその身の回りに置かない、うん、というところを意識、自分も特に意識はしてるんですけども、やっぱりあると食べちゃうんですよね、はい、何でもあると食べてしまうので、そういう環境を作らないというところで、根本的なところで、まあ、冷蔵庫をなくしてみたり、あとはそういうお菓子ボックスみたいなある家庭もあると思うんですよね。なんかお菓子を入れる場所みたいな、そういうのができちゃってるの場合はそういうのをなくすであったり、まずはその置かない環境を作るっていうところから意識していけば、健康も自然とですね、我慢せずできるのかなっていうのはあります。はい、で次がその予防医療に重点を置くというところで、こういうのはまあいろんなところでも語っている、ますけども、やっぱり特にですね、歯医者だったりその 歯の健康に時間を割くであったり、まあ、やっぱり予防医療っていうところですね、やっぱり腸とかが大事かなと個人的には思ってまして、まあ、腸活であったり、まあ、その歯の健康を、阻害しないように、しっかり歯磨きの後に、自分の場合は電動のフロスを使ってですね、やり始めたんですけども、やっぱりフロス結構良くて、その歯石は結構つきづらいなっていうのは実感しています。はい、電動のフロスは結構おすすめです。はい、で次が、人間関係をコントロールするというところで、人間関係もいろんな人と付き合いだしたらキリがないので、まあ、初めて会うっていうのは結構いろいろチャレンジという意味でですね、いろんな人に会うっていうのはすごく大事だと思うんですけども、まあ、その時にですね、快適か不快のセンサー、自分のですね、本能的な快適不快のセンサーに敏感になった方がいいよっていうところで、まあ、快適なのであれば、関係を続けていくべきなのかなと、まあ、不快であれば逆にしっかり切っていく、人間関係もしっかり断捨離じゃないですけどもやっていくことによって、そうやってですね、不快なものは切っていかないと新しいものは入ってきませんので、そういったところで、まあですね、なんか情が入ったりして難しい面はあると思うんですけども、思い切ってですね、そういう人間関係も切る勇気じゃないですけども、その快適か不快のセンサー、自分の奥底に秘めているそういうセンサーに敏感になろうよっていうところですね。はい、じゃあ次が、家事をコントロールするというところで、こちらもですね、いかにですね、自分のやりたくないことをやらないようにするかっていうふうに考えるのがまずは大事かなっていうところですね。本当に掃除が好きだったり洗濯が好きだったり料理が好きだったり、好きならばやればいいと思うんですけども、まあ自分の場合も考えて、やっぱり基本的には、そういった家事はやりたくないっていうのが あれですので、まあ勝間さんも語っているのが、まあ家電をうまく使うというところで、ルンバだったりブラワーであったり、まあ調理家電であったりですね、本当にそういうの掃除だったり調理が嫌いな人はそういった家電を使うことによって、家事をコントロールするっていうところですね。やっぱりやりたくないことはやりたくないと思うので、そういったところで、まあ、ただですね、そのルンバだったりブラーバーを使うにはものが少なくないと機能しませんので、まあ、まずはそういったですね、ブラーバルンバを使える環境を作るってところから始めるのがいいのかなと思います。はい、であとは買い物ですね。買い物も今ではですね、ほぼアマゾンでできますので、やっぱりどっかお店に出向いたりするのも時間だったり、いろいろですね、無駄なものを買ってしまったりとですね、結構デメリットが多いので、まあ、買い物もアマゾンとかに頼ってれば結構ですね、前に買ったこういう履歴も出たりして、簡単に必需品が買えますので、自分も結構ほぼアマゾンで、済ませてますね。はい、で最後が、まあ、娯楽
というものもコントロールしようよっていうところで、こちらもですね、やっぱり人間関係とも関わってきたりするんですけども、やっぱり一人での娯楽であれば、まあ、ジムでですね、体を動かしながら YouTube を見るとか、そういった一石二鳥的な考え方をやってみたり、まあ、あとは、娯楽ってやっぱり、究極の娯楽はやっぱり仕事じゃないな、究極の娯楽は勉強だと思うんですよね、やっぱり。旅行にしても何にしても娯楽はとにかく新しいものに多く触れることによって、楽しみを得て勉強していくっていうのが個人的には大事なのかなと思います。やっぱり新しいこと、いろんなことをやっている大人ほどですね、やっぱり子供に、こういったものもあるよとか、こういったいろんなものがあるよっていうふうに提供ができますので、特にですね、独身の方は、まあ、子供がいる方もそうだとは思うんですけれども、いろんな新しいことにチャレンジするのが娯楽なのかなと個人的には思っております。そうですね、そのカフェで読書だったりも、読書もですね、いろんな経験を読書で得られるっていう意味では勉強ですし、新しい、考え方に触れるというところでですね、大事なのかなと思います。はい、そんな感じで、自分のですね、いろんなことを自分でコントロールしているという意識が結局は幸福度につながるというところで、この超コントロール思考というところで紹介させていただきました。はい、ぜひですね、皆さんも自分の環境、いろんなものを自分でコントロールして、幸せ、幸福感を得ていただきたいなと思います。じゃあ最後は、最高の笑顔でバイバイ。